はい、教育アップデート、学びのキーパーソンとの交流グループをご覧いただきありがとうございます。このグループは、これまでの常識にとらわれず、教育や子育てをアップデートしたいという人のためのグループです。いろんな分野の専門家と交流したり、気軽にリクエストやご相談もできる無料のコミュニティを作りました。子どもも大人もみんなフラットな関係性を大切にしていきたいと思います。グループの中で部活を始めることもできます。簡単な紹介動画も作りましたので、詳しくは下からご覧ください。はい、じゃあ今日よろしくお願いいたします。今日はですね、ワニさんとミノさんとあと松木優子さんにですね、来ていただいております。どうぞよろしくお願いします。お願いします。お願いします。じゃあ簡単にでいいんですけど、1分ずつぐらいちょっと自己紹介をお願いしていいですかね。じゃあ慣れてる順からいきたいと思いますけど、じゃあミノさんいいですかね。はい。小金井市の前原小学校というところで教員をしています。教員14年目になりました、二の手です。よろしくお願いします。お願いします。じゃあワニさんいいですか。はい、僕もワニ淵雄太と言います。もともと小学校の僕も教員を10年間やっていて、で今は発達に偏りのある子だったり、学校行かないって選択した子たち居場所だったり、なんか何だろう、作戦会議の場だったり、そういう場所を経営しています。とあと東京都の教育委員会の、派遣の何だっけ、巡回相談心理士っていうのもやっています、うん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。まあ多摩市のコロノアっていうところですよね、場所はね。はい、そういう民間の民間の通級みたいなところをやってるってことと、うん、あとはまあ一方で学校で教育と福祉の、ね、架け橋みたいなね、そういうお仕事を、ね、されてますね。はい、よろしくお願いします。はい、じゃあ松木さんお願いします。松木優子と言います。会社員が長くやってて、数学の教材編集をずっとやってたんですけれども、昨年独立しまして、今こう子どもたち一人一人が自分らしくいれればいいなという思いを込めて、らしくという名前で活動しています。放課後等デイサービスでに今通いながら算数の教材を作ることをしています。よろしくお願いします。お願いします。ゆうこさんは保護者という立場でも、ね、そうですね、放課後デイとかにね、関わっているってこともあります。長年教育のねお仕事をされてきたというところで、今日はですね来ていただいております。はい、はい、じゃあ、早速ご相談に行きたいんですけども、まず子どもが発達障害と診断されたらっていう話ですね。今日はここのご相談なんですけど、小学校1年生の息子が発達障害、自閉症です、 ASD ですと、診断を受けました。私が発達障害の知識がなかったので、診断名を聞いてからはネットや本でいろいろ勉強するようにしていますが、どれも自分の子に合っていそうで、どれも合っていないように思えてしまいます。親が勉強するにはどんな方法が良いのか、ご意見を伺いたいです。で、本人の将来が不安なので、何か親にできることはないか考えすぎてしまい、参ってしまっていますということで、結構重い感じの、ね内容ですけども、まず子どもが、いくつかポイントがあったと思いますけど、子どもが発達障害と診断されたらっていうところですね。まず最初にご相談をする人とか、ね、学校の先生とか、もしくは、そういう行政とかいろいろあると思うんですけど、じゃあ最初ゆうこさんからいいですかね。はい、保護者的な気持ちでお話ししていきたいなと思うんですけど、なんかやっぱこう診断されたら、すごくさっき青さんもおっしゃったみたいに、受け入れるのに時間がきっとかかるだろうなと思っていて、でやっぱりそこを家族とかと相談しながら、まずは家族と相談していくんだろうなと思うんですけれども、結構その放課後デーに来てらっしゃる保護者の方とかとお話しすると、自分で情報を取りに行かないと、なかなかこう誰かがこう段取りよくこう情報くれないなっていうのがすごく見ていて思うところがあって、結構今この相談されてらっしゃる方も一生懸命自分で勉強して、情報を取りに行ってってされてらっしゃって、本当すごいなと思うんですけれども、なかなかそのじゃあ次にどういうステップを踏めばいいのかっていうところも、なかなかもう自分で探していかなきゃいけないっていうところに、すごい保護者に負担がかかるなってこう見ていて思うんですが、逆に私がちょっとワニさんとかミノさんとかに相談したいなと思うんですけど、
診断されたらどういうふうにこう進めていけばいいというか、どこに誰に相談しながら進めていけばいいのかなというところをちょっと逆に教えてほしいなと思います。発達障害、ASD とか人変性スペクトラムっていうふうに診断がされたら、多分一番最初に、まあ、お母さんの方が診断告知されたときに、多分旦那さんとかだ親戚だったり親しい人に相談したり、あとネットで今検索するっていうことが増えてるじゃないですか。そうすると結構なんて言うんだろう、まあ、不安、診断されたからそこでまず不安で、でその心持ちの中検索をするとネガティブな情報ばっかりに目がいってしまうっていうところは結構危ないというか、結構心配だなっていうところがあって、やっぱりその、まあ、学校の担任の先生との関係が良かったりすると担任の先生にお話をちょっと相談、うちの子クラスでどうですかとか、うん、でこういう診断がされたんですけどとかっていうのを相談してみたり、あとはちょっとまあ 第三者というか、あんまりその学校とかじゃないところから、例えば行政に、自治体によって違うと思うんですけど、子ども家庭支援センターだったり、あとは発達相談室とか教育センターとかの相談機関に相談するケースもあったり、あと僕は発達相談支援センターコロノアっていう名前でやってるんですけど、そういう民間の発達相談のセンターみたいなところに相談しに行くっていうことが多いかな。でも発達障害ってそうやって診断されたとしてもその子は変わらない、その子自体は変わらないので、うん、あと今の診断基準っていうのはなんだ、その環境に適応できてない状態だった時に診断されるケースが多いので、うん、その環境をどう調整していくかっていうか、大人っていうかその調整していくかっていうところが結構大きいのかなって、その子にここは苦手なところだから直した方がいいって、苦手なところはどうアプローチした方がいいのかばっかり考えてると、その子が苦手ってなっちゃうと、どん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 子供も周りもちょっとこうネガティブになっちゃうので、ASD って長所も跳ね上がってることが多いので、うん、いいところに目が行くようなふうに、考え方とかが変わるような相談機関というか相談者というか、そういう人と巡り合えればいいかなっていうのをちょっと聞いてて思いました。診断されてもその子自身は変わらないなっていうのはすごいなんか心にこうヒットするというか、うん、その診断の相談に行くのもすごい最初の一歩ってすごい勇気がいると思うんですよね、うん、なんかそこに行くことをそのやっぱ受け入れる、子どものことを受け入れていく過程の一つだと思うんですけど、なんかそこにでも相談しに行ってでも子どもは変わらないっていう気持ちを持ち続けるっていうのは、うん、なんかやっぱり親としてそうありたいなと思いながら思います。なんかその子どものことを、子どもと関わってくれてたところ、1年生であれば、まあ、クラスの担任の先生だったり、あとは小さい頃の幼稚園とか保育園の頃にその子のことを知ってる先生、大人というか先生というか、うん、そういう方に相談を持ちかけた方が、うん、子供が見えたアドバイスというか、子供とビジョンっていう、うん、助言が もらえたり一緒に考えていけたりする方がポジティブなのかなって。その子供のことを知らない人にいきなり話を持っていくと何言われるか分かんないし、やっぱなんだろう、ネガティブなことに目がいっちゃう、ちょっとそこは怖いかなっていうのは、うんうん、あるかな。子供ありきで考えないと、うんうんうん、その子その子で、例えば ASD 自閉症スペクトラムっていう診断がされたとしても100人100用だと思うので、その子なんだよなっていう、あとその子の周りの置かれてる環境っていうのも100人いたら100通り違うと思うので、その一人歩きする方が怖いかなっていう、うん、一人歩きしてしまうその情報として入ってくるところと、うん、こう目の前にいる子供となんかそこをこう融合していくみたいな、うん、皆さんどういう過程を踏んでいく感じですか。受け入れるまで、最初はやっぱり、うん、診断された時はもう衝撃しかないっていう保護者の方がやっぱり
多いので、うん、でもそこで、あ、こういう場面はこういう特性だったんだっていうふうに落ちていくケースもあるけど、うん、やっぱり不安になって、将来も不安になって、気がめいていくっていうケースが多いので、やっぱりそれは共有できる、やっぱ一人、ね、相談できる人がいたら、やっぱ気持ち違うのかなっていう。うんうん、一緒にポジティブな方向に、なんかリフレーミング、一緒そうこうやって話をしながらリフレーミングしていく作業がやっぱりどうしても必要になって。うん、まあ、一個のスタートですもんね、これを。美濃さんとか学校ではどうですか？まあ、学校が進めるっていうケースも結構あると思うんですよ。今回は多分違ったと思うんですけどね。ただやっぱりその、さっき岩根さんも言ってたけど、本当に SD って100人100用で、だからその子は、なんかいろんな情報を当たったりするよりも、多分その子のことをよく見て、うん、で、あと自分だけじゃなくて、いろんな周りから見てる人のこう率直な意見をもらうっていうのはすごく大事なことだと思うし、一方でその先生から言われることも、一つの意見、一つの視点からの意見として、それを絶対視しないことが重要かなと思うんですよね。子供が何に困ってるかってこと。うん、で先生がこう学校から見てた、うん、先生という立場から見たその子の、なんかこう、こういうところが困っているとかっていうこととか、あとまあ、それが放課後であったりとか、地域のとか、友達の親とか、いろんな目線で聞いていく情報の方が割と有益、なんかネット上に上がってるものより多分、全然こう、信憑性あって有益だと思うし、っていうことと、あとまあ、親御さんに対して言ってることは、その、何ですかね、その障害の有無が、幸せには、全く関係ないと僕は思っている、うん。なんか障害があるから幸せになれないなんてことは全くなくて、うん、だからなんかそれは消さなきゃいけないものとか、あったらハンディキャップを負うものとかっていうわけじゃないと僕は思っている。障害がなくたって、幸せなのが難しいような子もたくさんいるわけですし、そこをなんか一概に思わない方がいいのと、あとなんか人と違うっていうことは、私はもっとこうポジティブにね、なかなか受けに入れにくいとは思うんだけど、うん、そういうなんか一緒にマインドセットも、なんかこう持っていけると、もういろいろフラットにいろんな人の話を聞きながら、まあどうしていくべきか言ったらいいのかなっていうのは、その都度その子自身のこととして考えていけるというのかなと思います。うん、そう、まさに次につながるなと思いながら、そうですね、今の美濃さんの話がそうですけど、うん、やっぱり受け止めがね、まあ、時間かかりますよねって話と、やっぱりその子は変わらないんだから、うん、っていう話でいろんな人に、ね、意見聞きましょうっていうのはもう本当にその通りだなと思って、まあ、一方でいろんな人の話を聞いたり、まあ、本とかネットもどうしても検索してしまうと思うんですよね。そうするとやっぱりこういろんな情報入ってきて頭でっかちになっちゃいますというふうに、まあ、子どもに対しての支援っていうのはまあ社会的な制度がだんだんできつつあるんですけども、放課後でも含めてね、いろんな制度ができてきたんですが、こういうなんか障害とか発達障害を持ったお子さんを抱えているお母さんとか保護者の方とかですねの支援っていうのは別にないじゃないですか。だから結構特におじいちゃんおばあちゃんとか協力あったりとかね、旦那さんとかいろいろ家族の協力とかが、うん、まあ、あればいいんですけども、ちょっとなかなか一人で抱えちゃってるケースとかも、まあ、見聞きしますので、すごい疲弊しちゃってるケースってあると思うんですね、うん、で、まあ、大事に考えないといけない部分もあると思うんですけど、一方でここは手放してもいいよねみたいなところもきっとあるのかなと思って、例えばこうちょっとリカレント的にこうね羽休めるとかね、なんかそういうような場所があるといいのかなとかみたいなことは聞きますけども、うん、どうですかね、この保護者側の負担感というか、そういったところではすごい心配されてらっしゃる保護者の方多いなと思うんですけど、なんか特に、まあ、経済的な自立とかいう観点でなんか心配されてたりとかすることも多いなと思うんですけど、私もオランダ、デンマークに行ってきて、そのもう向こうとかってなんていうか、こう社会のサービスとかをもうカフェテリア的な感じで、自分にこれが必要だからこのサービスを受けるとか、そういう形ですごくこうみんながフラットで、でも私はこれが必要だからこれを受けるわみたいな形でやってるじゃないですか。なんかやっぱりそういうふうになんかもう誰もが
幸せであるために適切なサービスを受けるんだみたいな気持ちで入れたらいいのになっていうのをすごく感じるところはあります、うん、そうですね。オランダとかレスパイトが、ね、うん、さっき僕リカレントしちゃったけど、あのレスパイトですね、うん、みたいな場所とかがすごくね、うん、充実してましたもんね、うんうん、なるほど。ミノさんとかどうですかね、まあ、こういう結構もう重くなった感じでお母さん来ることないですか？そうですね、やっぱりどうしてもマイノリティだと思うことが辛いですよね、うん、なので僕も特別支援学校にもいたんですけど、やっぱ親御の方々は親御さんがよく言うのは、でもなんかこの学校に入ってなんか親同士のつながりができてすごく安心したっていうことがよく、みんな一様にその話はされてるから、僕はなんかインターネットで調べるべきはそういうなんかこう、なんだろう、その自閉症スペクトラムの特徴とかっていうよりは、多分なんかうちの子こういう特性あるなって思った時に、それと同じお子さんを持つ親御さんとか、うん、特にそれがこう、なんだろうな、同年代だけじゃないといいんですよね。なんかちょっと先輩とか、うん、あ、そういうことあった、うん、私もそうだったよって言えるような、こうコミュニティを作っていくってことはすごく重要だと思っている、うん、そうするとまあもちろんその子供同士は違うんですけど、でもなんか共通したなんか同じ悩み抱えてて、あ、でも大丈夫だったんだなっていう方が たくさんいるはずなので、そういうことにこそこうなんかネットの本当の力が発揮されるんじゃないかなと、うん、なるほどなるほど。まあ、オンラインにせよオフラインにせよ、そういうネットワークですよね、そういうところで、うん、まあ、さっきおっしゃったようにこう斜めの関係っていうんですかね、異年齢っていうか、そっかそっか、例えば今小学校1年生のこのお母さんだったら小学校にまだ入って、まあ、コロナの関係であんまり学校行けてないと思うんですけど、うん、少し年代が上の子であれば、その親であれば、あ、なんか1年生2年生の頃はこれを気をつけた方がいいよとか、高学年になったらただこういうふうにそこは解決するけど、こういう課題が今度出てくるからこういうふうにしたらいいよみたいなこと例えば聞けますもんね、先がどうなるかとか含めてね。なるほど、それはいいですね。異年齢の関係性、斜めの関係性を作ろうっていう、なんか一ついいアドバイスいただきました、ね、ワニさんとかどうですかね。そうですね、さっきもあの自閉症スペクトラムっていう診断が出たっていうのはきっかけとして、もうなんだろう、その苦手なところじゃなくて長所を伸ばしていくようにシフトチェンジしていって、うんうん、で ASD の特性としてやっぱこだわりっていうものは、あのこだわりっていうところで診断基準でこだわりっていうのが文言が入ってるので、こだわりがあると思うんですけど、そのこだわりを長所の方でボーってもうなんだろう伸ばしていって、でそれを将来に生かしていくぐらい、気持ちをそっちにシフトチェンジするきっかけにしてもらえると、うん、ちょっと安心なのかなって、多分のめり込むものというか、研究するというか、そういうことが一つでもあれば、そこを伸ばしていって、そうすると苦手なところ、一番僕がちょっと気になるのは、その、苦手なところばっかりにその子にアプローチしていくと、もう失敗体験とかもう苦手ってなって、長所っていうか得意なところまでちょっと興味が薄れていくと、うん、ちょっとそっちの方が心配だから、もう苦手なものは苦手なものとして長所伸ばしてっていうことと、あとお母さんが疲弊しているのも結構全部お母さんがやってあげるというか、苦手なところがあったらこういう療育行った方がいいのかなと、こういう塾行った方がいいのかなで、うん、そこにアプローチするところに奔走したり、でそこばっか目行くとやっぱ疲れちゃう、気持ちも疲れちゃうから、うん、もう小学校入ったんであればなんかもう役割分担を完全にしちゃうっていうのもありなのかなっていう、勉強とかに関してはもう学校にお任せ、うんうんうん、で学校に任せられないというか、まあ、塾とか学習はそっちに任せて、で、まあ、あとはもう家はもう安全基地というか安心な場所っていうふうに、確保するっていうこと、うん、だからもう宿題とかはもうお任せ、もう宿題はもうある意味でもう家ではやらないで、例えば
放課後デイとかでがあの宿題お任せ しちゃうとか、学童でお任せしちゃうとかっていうふうにもう完全に切り離して考えてあげると、あの ASD の特性とか、あの教科書的に言うと、やっぱりお母さんが先生になっちゃいけないと思うんですよね。分かりづらくなっちゃう。あのお母さんはお母さんでしょって、先生は先生っていう方が、その教科書的に ASD の特性としては分かりやすいので、その方があのその子にとってなんかお家も安心できる場所になるのかなって、で学校は勉強する場所なんだっていう風にだった方が生きていきやすいし、あとは長所って興味の持ったところは、まあ習い事だったり一緒に休日に遊び行ったり勉強しに行ったりっていうので、そっちに目を行かせるとちょっとずつ将来が見えてくるのかなとは思います。うんうん、なんかすごい共感で、なんかこの前はママ友と喋ってたんですけど、うん、どうして自分の子はこんなに客観的に見れないんだろうってやっぱみんなが言っていて、うん、なんか他の子だったら何やってもすごい、あそれもいいよねみたいに思えるのに、なんか自分の子がやるとどうしても気になってしまって、うん、っていうのがあった時に、やっぱりそれを認めてくれる、自分の子のいいところを見つけてくれる他の大人がいるみたいな、うんうんうん、その存在の大切さみたいなのやっぱすごい痛感するので、そうですね、なんかワニさんのおっしゃってた役割分担とか、皆、うん、さんのおっしゃってる斜めの関係でこの子は将来こうなっていくみたいなことをこうちょっと見えたりするっていうのは、うん、すごい納得感がありますね。うん、結構質問していいですかね。さっきワニさんが言ったその強みを長所を伸ばしていくといいよっていうのは、まあ、本当その通りだなと思うんですけど、なんかその何が得意で何がちょっと増えてだとか苦手だとかっていうのってどうやって見極めていくといいんですか？でも長所っていうのはもう興味が向いてる方向を伸ばすっていう方が分かりやすいのかもしれない。例えば電車が好きだったらもうとことん電車極めさせるというか、うん、電車にもうのめり込ませて、そこに派生することでコミュニケーションとかが、うん、あの生まれる、もう手段として使っちゃうと、うんうん、あの失敗体験にもならないし、僕コミュニケーション苦手なんだってなんない。電車のことでもいろんな電車好きのコミュニティが広がって、その中でコミュニケーションを自然的に学んでったりすることもありなのかなとは思ったり、うん、なるほど、まあ、その子がもうだから夢中になって没頭してるようなことから伸ばしていくんじゃないかっていうこと、そこに紐づけてコミュニケーション力とか、例えば電車のことであれば、普段人とのソーシャルスキルがねちょっとなんか成長遅いんじゃないかと思ってても、電車のことに関してはみのさんこれってってこう聞きに行きますよ多分ね。そう分かっても電車のこと分かってもらいたいっていう気持ちが徐々に3年生とかになった生まれるから、でこの人に電車のこと分かってもらいたいっていうこの人っていうのが出てきたときに、伝わるようにこうなんだろう電車伝えたいから、そういう語彙のどうやって言葉を選び出すっていうか、自然と伝えようとするっていう、そういう客観視が生まれてくるというか、そういうのを自然発生的にやった方が、なんだろう強制されたというか、こうやるんだよって言われたことは多分入んないと思うんですよ、そのタイミングじゃないから。だからそういうタイミングが来るまでもう没頭させて、もういいのかなとは。その時だったら全然伝わんないんだけどとか言ってくる時があったりしたら、こうやって伝えればいいんじゃないって、そこでスキルを提示したい、今だっていう、何も困ってない時にスキルだけ教わっても多分スキルとしては入るけど使わないと思うんですよね。なるほど。英語と一緒ですね、じゃあね。確かにそうですね。なんか私ももう一個質問あるんですけど、なんか ASD の子とかってそうやって長所がすごい際立ってたりするとかあって、逆になんかこれもまた保護者の方から聞いたんですけど、この子の好きなところを見つけてあげなければならないプレッシャーみたいなのがすごくあったりして、なんかこう秀でた何かを見つけなきゃみたいなプレッシャーと、なんかついそれを職業につなげなければならないんじゃないかプレッシャーみたいなのをなんか感じてしまうことがあるっていうことを聞いたこともあるんですけど、その辺は多分今なんかそういうことを面談とかで話をするときに、まあ多分この子が
大人になった時の仕事っていうのは変わってるということで、うん、多分この子が仕事を作っていく側に回るから、うん、なんかでだから昔みたいに大きな企業に入ってとか、うん、そういうことじゃなくて、うん、自分で得意なところの仕事を持ってで苦手なところはコラボしていくっていう考え方に、うんなっていくだろうから安心そういうことを話したりします。優子さんも小学校1年生の時に放課後デイで働くとは思ってなかったですね。思ってなかったですね、うん、思ってなかった。昔は なかったからね。なかったから、ね、うん、そうですよね。本当ない仕事ですもんね。まあ確かに今小1とかね小学校とかの段階で将来の仕事と結びつけなくてもいいですよってことですよね。だし、うんうんうん、大企業なんかを目指さないじゃないですか多分、うん、その集団もともと苦手っていうことで、うんそんな集団苦手なのにやっぱり大企業っていうことをイメージしてるとやっぱりちょっと違うというかそこはイメージできないのは当たり前なことで、うん、だったら手放すってやつですね、うん、確かに大企業なんて今ここに映ってる画面の4人で誰も向いてないんだねなるほど。なんかリスクとか受けなきゃとかっていうその自分のこのね強み弱みとかを判断するためにそういうのも聞くんですけど、うん、あれってどうなんですかね、まあ、アセスメントですよね、うん、でも結構ウィスクっていうのは今学校教育の中で結構ウィスクって言われていて、うん、学校の先生と一緒にその子の、うん、環境を調整していく上ではいい指標にはなると思うんですけどそのここが強いからこういう環境整備をした方がいいっていう根拠になるものにはなると思うので学校の先生に訴えかける時には使えるものにはなると思うけどその子のことは多分親御さんはもう分かってるので少々とかここは強みなんだろうな、うん、ここは苦手なところもうその通り出てくることが結構多かったりするので、うんうん、使えるものは使うっていう考えでそのリスクを取るっていうのはありなのかもしれない。なるほどなるほど、うんまあ、じゃあ外の学校の先生とか行政とか外の人と話すときにリスクっていうのは、うん、まあ客観視できるから役立つけども、うん、指標としては、まあ、とはいえその子の本当の強みとか弱みとかっていうのは、まあ、その子がやっぱり没頭しているものとかを親が観察して見極めていくっていう方がいいよねっていう話です、ね、いいかなっていう、うん、うん参考にはなりますけどね。リュウさんとか普段からそういうこと言ってますけども、うん、なんかこれって発達障害の子関係なくみんなそうですね。でもね、ねそうですね、うん、なんか僕もそれをなんか一周回ってそれを思ってます今も。だからなんか特別支援でやってることっていうのは本当は全員必要で、うん、全員やってあげた方がよくて、うん、なんかそもそも学びは全部なんかどこにいようがどれぐらいのなんだろう場所だろうが立場だろうが、うん、なんかそんなことは関係ないんだって、うん、一周回って思います。なんか学校でのその子らしく生きる生き方みたいなのってどう親として何かできることってあるんですかね。まあなんかウィスクは確かに今ワニさんがおっしゃった通り分かりやすいですよね授業としては、うん、だからなんかそれは一つ知っといてもらうだけで対応ってすごく変わると思うんだけど、うん、でもそれと同時に多分学校って特に通常級は、なんだろう、発達障害とかって言われると、急にこうなんか、うん、手厚くなるのか、なんかこう特別扱いをしてしまいがちなので、うんうん、なんか例えば、この辺はできるので、この辺はやらせてくださいっていうのは、多分、先生じゃ判断できなかったりすることが多いので、うん、なんかお家の人から、ここはもう全然みんなと一緒でいいし、ダメだったら仕方もらって構わないっていうのは、お家の人から言ってあげた方がいい。いいのかなと、うんうんうんまあ、いずれにせよその学校の先生も親ももちろんそうですけど周りの人たち大人たちとつなげてその子にとって居心地のいい環境をどう作っていくかっていうところですね、うん、気分よく過ごせるようなことをみんなで協力して作っていけたらいいですね。それを、まあ、やってるのが特別支援学校でその個別の学習計画とか立ててねやってますけどちょっと学校っていうのはそこまで個別の対応を普段はしないんでねなかなか親と先生で話し合ってまあ、この子はこういうとこが長所ですけどこういうとこ苦手なんですってことを理解してもらった上で居心地よい環境をね一緒に考えていけたらいいかなっていうそんな感じですかね。なるほどなるほど、ありがとうございます。じゃあこちらの動画に関してはじゃあ以上で一回終わらせていただきたいと思います、はい。
どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。